フロイド軍はアメリカ合衆国ジョージア州に位置する軍である。2010年現在、人口は9万6317人である。軍庁所在地はロームである。1832年12月3日に、ジョージア州議会は当時、チェロキー軍の一部であった土地から作成されることを決議し設立された。名前の由来はアメリカ合衆国会議員ジョン・フロイドから。 アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1343平方キロメートルである。このうち1329平方キロメートルが陸地で14平方キロメートルが水地域である。総面積の1.03%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口9万565人、3万4028世帯。 および24,227家族が暮らしている。人口密度は68平方キロメートルである。28平方キロメートルの平均的な密度に36,615件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人81.34%、アフリカン・アメリカン13.31%、先住民0.31%、 アジア0.93%、太平洋諸島系0.09%、その他の人種2.88%、および本欠1.14%である。ここの人口の5.50%はヒスパニック、またはラテン系である。この郡内の住民は24.60%が18歳未満の未成年、18歳。 以上24歳以下が10.80%、25歳以上44歳以下が33.90%、45歳以上64歳以下が22.20%、および65歳以上が13.90%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は93.80人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.30人で、ある。この群内の世帯ごとの平均的な収入は35,615米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は42,302米ドルである。男性は31,659米ドルに対して、女性は23,244米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は17,808米ドルである。人口の14.40%及び家族の10.80%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の19.40%及び65歳以上の13.80%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。